どうも、宅飲みバー竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、こちらの例のトップバリューのウイスキーです。これ1ヶ月前にやったんですけど、思い切って水ならスティックをぶち込んでみました。そして1ヶ月置いております。で、今日はその結果を、飲んで報告したいと思います。思い切ってやっちゃいました。何しろね、600円ウイスキーですからね。まあ前飲んだ時は とんでもなくウイスキーじゃない味がしたんですけど、まあ水ならスティックでどこまで変わるか、1ヶ月置きましたんで早速飲みます。微妙かな。とりあえずストレート、アルコール臭があんまり変わらないのかな。あんまりやっぱ水なら感出ないですね。元がやっぱりウイスキーじゃないですもんね。スピリッツ入っちゃって、これは厳しいかな。これね、やっぱりあれですね、元があれじゃないですか、モルトグレーンスピリッツっていうことで、モルトグレーンの比率が 10% 以下、あ、 10% 未満だったっけ、 10% 以上、スピリッツが 90% 未満っていうことなんで、まあほぼウイスキーではないですよね。ウイスキー風味のスピリッツというところに水ならスティックを思い切って持ち込んだんですけど、微妙に水なら感があります。思いっきり吸い込むと、水ならの白檀とか、ね、杉とか、日本の木の感じの香りがほんのり漂いますけど、やっぱりスピリッツですね。はい、ちょっとロックを、もうこのままロックします。はい、ではもうこれを入れます。これで、まあ、ロックになってもね、あんまり変わらないと思うんですよね。これどうやって飲もうかな。何しろね、600円なんですよ、ね、何回も言いますけど、いくら安くてもコスパがいいとはちょっと言いませんよ、これに関しては。はい、スピリッツに水なら感がついた感じはやっぱりロックになっても相変わらずです。そんな感じが否めません。はい、決して美味しくはないです。はい、あんまり悪くは言いたくないんですけど、これちょっともうハイボールします。はい、ではハイボールを作りますけど、ちょっとロックのはもったいないんで、ロックに、あ、ちょうどワンショットだ。これで作ります。はい、ではハイボールでいただきたいと思います。全くウイスキーの味がしません。でもね、水なら感が少しありますね。ちょっと薄すぎたかな。ロックの入れましたからね、少しこのウイスキーを出してみて、炭酸も少し入れてみます。はい、改めて微妙。決して美味しくはないです。でもね、そんなにね、飲めないぞっていうまずさではないですね。まあハイボールにするとね、
まあスピリッツを炭酸で割ったと思えば、まあそんなもんですからね。そこにウイスキー風味がちょっとついてると、で水なら風味、ちょっとレモン入れてみます。はい、ちょっとねレモンとジンジャーエール持ってきました。なんとかしてうまく飲めないものでしょうか。はい、まずはレモンをちょっとレモンハイボールしてみます。レモンを少し垂らして、はい、ではレモンハイボールを作りました。いただきます。今度はレモンの味しかしないです。やっぱりこれレモンの炭酸割りみたいになっちゃってますね。なんかせっかく水ならスティック入れたのに、その良さが全く引き出されていないような感じですね。今のところっていうか、もうそうですね。はい、これにジンジャーエールを入れてみます。ジンジャーエール割り、ジンジャーエールって結構ウイスキーに合うんですよね、意外と。本来であれば。はい、いただきます。あ、レモンも少し入ってるんで、あ、これだとちょっとカクテルっぽくて飲めますね。飲めますけど、ウイスキーの感じは全くないです。はい、うん、やっぱりウイスキーとして飲むにはちょっと厳しいのかなっていう感じがしますね。レモンちょっと入れて、炭酸入れて、ジンジャーエール入れると、まあ飲めるということは分かりました。まあ、飲めるというか、それなりに美味しいです。はい、うんうん、美味しいです。うん、ただウイスキーの味じゃないです。はいはい、ということで、すいません、なんか実験失敗っすね。あー、はい、今日の宅飲み畑はこちら、トップバリューのその名もウイスキーという名のウイスキー風味のスピリッツですね。これに水ならスティックを入れた1ヶ月目のレポートをお送りしました。もうちょっと置いてみようかな。なんかやっぱりウイスキーじゃなくてスピリッツとして味わえばいいのかなという気はしました。はい、ということで、宅飲みバーと今日では毎日こうやってお酒で遊んでおります。いろんなことやりますけど、まあテイスティングみたいなこともやりますし、こういう遊びもやりますし、企画ものやったり情報発信したり、いろいろとこうできることやっておりますので、お酒好きな方はチャンネル登録して、ぜひ、お酒飲みながらでも見てください。はい、では今日の宅飲みは竹をこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。